んにちは。大きなドラマチックフラワーアレンジメント教室ブーケットパフュームの相澤智美です。本日皆さんにご紹介したいのはこちらのギボウシという葉っぱです。とても大きな葉っぱでして、私の手よりもこんなに大きな葉っぱです。正面はこのような形でして、裏は少し青白い色をしていますので、とてもね、この緑色の正面を見せてもいいですし、こちら側の側面を見せても、どちらも見せてもとても綺麗な葉っぱになります。で、今日お伝えしたいのはこちらのギボウシの使い方です。大きな葉っぱですので、とてもアクセントとして使うことができる葉っぱなんですが、この大きさが逆にちょっと難しいかなと思われますので、上手な使い方をお伝えしたいと思います。例えばですね、1本をこのように長くしていただいて、そして、階段を作るようにで、高さを少しずつずらしていってもよろしいかと思います。この時、先ほども言いました側面を見せるような感じで生けていただいてもいいと思うんですが、少しずつこのように正面を向けていきますと、さらに、葉の流れができますので、動きがあっていいかと思います。さらに違う使い方としましては、このような形で、はい、こっちにしましょうかね、はい、中心に向けて、中心のこの、1本に向けて葉を横に広げるような使い方ですね。そして葉の高さを少しずつこのようにして、広げるようにして使っていただけると、またね、変わったデザインができるかと思います。とてもデザイン性のありますギボウシの葉っぱですので、ぜひ皆さんもこの夏にアレンジメントに使ってみてください。それではありがとうございました。